新型コロナの感染の広がりを抑えるためテレワークをさらに推進させたい政府は各企業ごとの実施状況を公表しました。政府は経済界に対しテレワークなどを増やして出勤する人を7割減らすよう求めています。公表された292の企業団体の中では IT 大手の日本 IBM が 79%、 損害保険大手の損保ホールディングスが 75% など、政府の目標を上回って出勤者を減らした会社がありました。一方で工場などテレワークが難しい従業員が多い企業の一部は具体的な数値の公表を避けました。経済界からは個別企業の実施率を公開することが今以上のテレワーク推進につながるのか効果を疑問視する声が上がっています。